じゃあ仕事を始める前に準備体操から。肩のストレッチ運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、ちゃんとやっとかないとね、怪我のもとですから。アゴ人間サポートセンター、お電話ありがとうございます。こちらアゴ人間サポートセンターでございます。担当のアゴジでございます。はい、アゴ人間サポートセンターのイメージキャラクターはどなたですかというご質問ですか。はい、そちらはですね、とんがりアゴでおなじみの金目純さんです。はい、失礼いたします。お電話ありがとうございます。アゴ人間サポートセンターでございます。担当のアゴ川で。あ、先輩、アゴが釣りました。動かない。アゴ川さん、動揺しない。あなたがプロであるならばそのままで対応するっていうのはプロってものよ。はい、お客様大変失礼いたしました。本日はどういったご相談でしょうか。はいはい、足先が冷えるようにアゴ人間のアゴ先が冷えてなかなか寝つけないみたいだ。どうしたらいいかということですね。なるほど、ではですね、一度寝る前にアゴ湯の方につけてから寝てみてください。はい、はい、で足湯ではなくアゴ湯です。アゴの芯からね、温まると思いますので。はい、失礼します。プロフェッショナル先輩。はあ、もうお昼ね、お腹空いたんだけど、アゴ川さん、はい、なんかお弁当買ってきてくれないかしら。またそうやって私のことをアゴで使うんですね、もう。で、今日は何がいいですか。アゴ出し豆腐弁当。揚げ出し豆腐弁当ですね。でも行ってきますよ。エレベーターのドアでアゴ挟まれないようにね。あ、大丈夫ですよ。あ、挟まれてんじゃないのよ。もっちょこちょいなんだから本当に。お電話ありがとうございます。アゴ人間サポートセンターでございます。はい、アゴ人間のアゴが重くて疲れるからアゴを置ける台が欲しい。アゴ台ですね。お客様、実はですね、そちらの方まだ日本では未発売でして、はい、どうしてもという場合にですね、ソフトクリームの世界こちらの方で対応できるようになりますので、はい、やってみてください。はい、すいません、失礼いたします。はい、すいません、純正ではなくてすいません。お電話ありがとうございます。はい、アゴ人間のアゴをアゴ以外のことで有効活用できないのかといったご質問でしょうか。はあ、なるほど。お客様、これはあくまでも一例なんですけれども、ある旅館ではアゴ人間のアゴをスリッパの収納に使われましたね。はい、試してみてください。はい、失礼いたします。お電話ありがとうございます。はい、ソフトクリームの台に顎を入れたら顎が抜けなくなってしまい、無理やり取ろうと思ったらポッキリ折れてしまった。お客様、大変申し訳ないんですけれども、そちらの方ですね、優勝サポートになってしまいますので、顎人間優勝サポートセンターの方へおかけ直しください。一方、その頃アゴ人間優勝サポートセンターでは、お電話ありがとうございます。こちらアゴ人間サポートセンターでございます。あ、どうされました。あ、アゴ人間のアゴポキッと折れちゃった。あ、なるほど。じゃあアゴ人間の型番分かりますか。分かんない。アゴの特徴を教えてもらっていいですかね。アゴ先にヒゲが生えてるタイプ。あ、アゴ広しモデルね。あ、阿部寛もだよね。EGO の35だよね。わかりました。ちょっと今在庫確認してみるんで、ちょっと待ってくださいね。そちら、寝てんじゃないよ。ちょっと何を寝てんだあんたは。顎の在庫の方確認するから、ちょっとどうだよ。あ、顎ないじゃないの。じゃあちょっと見てみるかな、これ。AGO の35、AGO の35、あれ AGO の35、あれ AGO の35、あー、お客さん、もう申し訳ない。AGO のね、35の方がやっぱ在庫気合いしてるみたいで、今シーズンだから、AGO の45の方でも
も対応できるみたいなんだけど、うん、ちょっとだけ長くなるだけ、うん、スープ飲むときだけちょっと気をつけてもらえば、やけどしちゃうから気をつけて、うん、じゃあそれに、はい、はい、わかりました、はい、送っておきます。似てんじゃないよ、僕は、青木島さん、なんで似てんのよ、アゴライ使わないで、これ試作品なんだからアゴライ使わないで。あれ、アゴシロさん、ちょっとまた起きてなったんじゃないの、ちょ、恋してんの。あれ、アゴシロさん恋してない、話できた、次はできたでしょ、どれぐらいできたの、恋する女はアゴしゃぶれるって言うもんね。できたの、あれすごい大きい、何撮ってるの。怖い怖い、無事でやっちゃう、たまんねえや。あ、もしもし、お電話ありがとうございます、アゴ人間サポートセンターでございます。あ、これはこれは常連の X ジャパンのトシさん。